つ南無仏って言っただけでもう仏道を全て完成してんだっていうんだからね、ここまで言ったら大乗仏教のね本当の極意の極意の言葉です。だからねこの法華経の言葉があればこそ、そのあれですね、生阿弥陀仏ってそれ一つでもって極楽往生するっていう言葉がことができ出てくるっていうこともあるんだし、それから我々が一朝直入如来地ってただこう座るっていうね、これ座る座禅して座るって、これがその命に帰る姿だ。その時にもう一朝直入如来地ってもう仏さんの姿だっていうね、そういうことも この言葉から出てくるんだ。それでだからね、その奇妙って何、拝むことだ。じゃあ拝むって何を拝むかというとですね、その拝むを拝まれる分かれる以前のところを拝むんだだから天地いっぱいただ拝むっていうね、今の私の詩はそこから来てる。それから次に拝むっていうね、また私の下手な詩を見てください。拝むとは二つが一つ、その一つさえも隠れてしまう、思いが手放された実物の形、天地いっぱい実物の深さ。この先の奇妙っていうのはね、生命の実物に目を開いてそれに帰ろうという、心の方向だとしたらば、その今拝むっていうのは実際にやる信心、この信心を持ってやる実際の形だ。それでどういう形かっていうと、二つが一つ、その一つさえも隠れてしまう、思いが手放された実物の形だ。だからね、拝むっていうのはね、最も単純な姿はこの合掌です。で、今詩の中を読みますと、拝むとは手辺に手のゆえに二つが一つ。この拝むっていう字はね、手辺ですね、それにもう一つ手か、だから要するに手と合わせる、これが二つが一つです。拝むっていう字そのものがね。そして拝むとは手辺の手のゆえに二つが一つ、合掌ですね。それで善に休んじて合掌する、安全合掌っていうのはね、その法華経の序本にあって、大体我々がね、生命の実物から宙に浮いちゃうのは思いでもって宙に浮くんですね。我々のその分泌物の思いで、分泌物の先っぽを追ってっちゃうから宙に浮く。その分泌物、この思いが実際に分泌してくるのは実物ですよ、生命の実物だ。しかしその思いの先っぽに乗っかって浮いちゃうことは、これ宙に浮いた実物から離れる。だからね、その本当の生命の実物に帰って思いが手放されたと、この思いをこう手放すと落っこちるわ。その時に初めて本当の合掌もできるっていうのは、これが安全合掌、善に休んじて合掌するってことです。我々ね、だから本当にね、拝むときにはね、頭を手放しにして拝む。
のはどういうことかっていうと、今我々が座禅してると今の我々の座禅は座禅しながらこうただ座れって言うんだから、ただ座ってる。ところがあれすればいろんなこと頭浮かんでくるじゃん。うちの嫁さん憎らしいって言ってであれしてるね、あのこの頃の若い女はほっとにってね、の次から次へとこうあの思いがね、あの続いていくでしょ。でこれまあ思うってやつが、あの自分普段の時はこうなんていうことなしにあのあれしてるけど、座禅しながらこうしてると思いっていうやつがいかにこうあのまざまざとね、テレビでも見てるみたいにこう 目の前に運ばれていくかっていうのはよくわかるでしょ。じゃああの座禅してもさちっともあの思いがやまりませんっていう人はよくいるけど、そうじゃない、このあれですね、座禅して普段は思いいつでも働かしてるわけだけど、座禅してるとそれがまだまだとただ分かるだけなの。そしてしかしながらこのその思いを追ってればね、これは考えようとしてることなんで座禅してることにならない。あ、今俺は座禅してるんだ。それでもってその座禅してるっていうんで頭の中でこういろんなこと考えているのをね、あの手放しにして座禅の姿勢に変える。その時にそのあれですね、今までまざまざとこうテレビ見てるみたいに、あの目の前にあったやつがふっと消えて前は壁だけ、今ここでやってる座禅は人のお尻だけってそういうことだけどね、あの本当は、まあ、壁の前ですよ。でそうすると前は壁だけって、その前は壁だけっていうのがあの素晴らしいんです。で今しかんただっていうのはね、ただそれをその前は壁だけっていうね思いを手放して、そしてあってまあのうっかりすると思いが追っていくんだから、それをパッと手放して前は壁だけっていう、それを見直し見直しで百千万発することだ。ただそれを百千万発しているのが止観だ。だからね、うん、まああのこのこの庄司ホックッションっていうね、これの初め表紙のあれの止観多山のところを見てください。天地いっぱいの命、ただ座る座禅、命の実物の覚め覚めるですね。この大体我々あの昨日からもよく言ってるように、初めから天地いっぱいの命なんですよ。これからあの修行して天地いっぱいの命になるんじゃないんですよ。もう初めから天地いっぱいの命生きてるんだ。何時だって天地いっぱいの空気を吸ってさ、それで天地いっぱいの水を飲んで、天地いっぱいの食べ物を食べて、天地いっぱいの呼吸をし、天地いっぱいの命を生きてるというのは初めからなの。それがね、みんなそうでないと思う。座禅修行をしてこれから天地いっぱいになるのかとこう思うんだね。ところがそんな風に思うのもこの天地いっぱいのとこから分泌してきてる分泌物なんだ。いいですか。だから絶対的にね、初めからもう何から何までどっちどう転んでも天地いっぱいの命生きてんだ。これがもう根本だ。その天地いっぱいの命、それがただ座るじゃないと、ただその面々してる。そうするとまたふーっとこうあの
の底からも噛んでくる。しかしその思いの先っぽにこう乗っかっていっちゃうから、それまたパッと手放す。そうすると何かというと、天地いっぱいの命が命の実物のサメサメる、ただサメサメるだけだ。それが昨日も言ったような頂上だ。ただ天地いっぱいの命が頂上する。そのあれですね、頂上っていう言葉はね、仏教で信仰、信ずるっていう言葉の定義です。信ずるってね、信とは頂上の義。天地いっぱいなんだ、初めからね。その初めから天地いっぱいのその命がただ冷め冷めて、それでただ澄み清くなって、これがね、まあついでに言いますとね、キリスト教の信仰とそこが違ってくる。キリスト教は初めからね、神と人とってこうパッと二つに 割ってるんだ。西洋人ってのは非常に分けるのが好きだからね。で、初めから神と人とってのは違った異存在ですね。そしてそれに対して人間の肉の思い、人間的、人間の肉の思いをね、肉の思いを捨てて神の義につくの、これはダメなんだ、それでこれなんだってね。それだからキリスト教の信仰はね、決断の儀だ。これはダメなんだ、これだと思う、そこへ決めるところ。西洋人はマルカパスカーの初めから好きだ。今に始まったこっちゃね、うん、ところが今そういうマルカパスカーの話をね、日本人も真似して一生懸命マルカパスカー、これはそうじゃない。マルカバツカって言うとね、それでもう初めから神の義を取ることができたら、それはそれで結構だ。で、それから先はもうその仏教の信と同じだね。だから聖書を読んでて非常に仏教の信仰と信仰態度とよく似てるとの同じだっていうことをよくわかる。しかしながら初めは違うというのは、神、キリスト教の場合神と人とって初めに分けるから、だから初めは丸か×か、それで決断の義っていう、そういう決断から入るね。それに対して仏教は初めから天地いっぱいの命ってもう絶対一元の世界だ、絶対一元の光明像三昧だ、それでもう絶対一元の光の中にいる。ただそれ、その絶対一元が絶対一元に澄み清くなっていくっていう、そういう話ね。だから仏教の話は深さの世界です。合格不合格の世界だ。丸か×かっていうと丸だけが合格で、それで×が不合格になるでしょ。ところが今仏教の場合は合格不合格のないところに住み清くなってくる。
でこのだから命の実物のサメサメる、これがね飛竜というの、飛竜艇のいかんが飛竜船飛竜というのは、これ今命の実物のサメサメるというところ。はい、でところでですね、ちょっとこいつは熱すぎるから何だったら消してくれませんか。だからここでね、私が拝むっていうのはね、ただ合唱だけじゃないですよ。私が今このあれでもって拝むっていう言葉を使ってるのはね、合唱だけじゃない、しかんただもうね、本当はその拝むっていう言葉の最も具体的にやる姿勢だ。それから生阿弥陀仏っていうお念仏ももちろん拝むだ。それから、キリスト教の言う祈りっていうの、これも拝むだ。で、そういうの拝むを、拝むっていうのは、ここで言う拝むは広い意味にとっておいてください。でこの拝むっていうのはね、だから非常に不思議なことです。二つが一つなんです。それでそのその不思議をね、今ここでやる、今も言うようにね、今拝むっていうのはその拝むを拝まれる、分かれる以前のところを拝むんですからね、絶対一元を拝む。で絶対一元っていうのは、昨日からも言ってるように字と他と、それから脳と書と、それから主と客と、そういうふうに二つに分かれる以前、拝む拝まれる、そういうのが分かれる以前、そういう位置ですね。しかしながら、あ、そういう位置かって言って向こう側に置いちゃったらね、考えられた位置だ。考えられた位置っていうのは、考える俺と考えられた位置とって二つにもう分かれてるでしょ。ところがそうでない、今そのそういう考え思いを手放した一元、これが絶対一元ということね。だから思いが手放された実物の形だから、これね、拝むといった時には二つが一つだ。そしてその一つさえも隠れちゃう。それでそのの中のところの、礼拝見てください。礼拝、伏草も見えぬ雪野の白鷺は己が姿に身を隠しけり。これはね、冬になると、今までこうして立っていたね、草もね、こうみんな倒れちゃう。これが伏草ですね。その節草の上にその雪が積もって、だから節草のもう見えぬ雪野の白鷺は、もうそういうもう節草が倒れて、その上に白い雪が積もって、そこへね、今度白鷺が飛んできた。そしてその白鷺がその雪野に降りた途端にね、白と白だからもう見えなくなっちゃうね。で、己が姿に身を隠しけり。これね、本当に私もありがたいことに、今住まわしてもらっている宇治の小畑っていうところはね、道元禅師の生まれられたとこなんです。小畑のね、丘に
道元禅師のお母さんの藤原氏のね別荘があったわけです。そして道元禅師はそのお母さんの別荘でもあってお母さんのところで生まれたもんです。だから道元禅師に生まれられたとこだ。そして親鸞上人もそこからちょっと歩いた日野っていうところで生まれたんだね。だからあれだ、あそこのとこは道元禅師も生まれ、親鸞上人も生まれ、そして内山高尚もそういうところで、まあ、ありがたいとこ。それでね、ところがそのあれですね、宇治川が、それでまあ私はその宇治川をいつでも散歩してるわけだ。宇治川にはね、白鷺にはまあしょっちゅう降りてるわけだね。それでこのあれ川のあるところに白鷺にはパッと降りると、普通の時はこうあれのって白だから鮮やかだからね、すぐあそこに白鷺にはいるっていうのは分かるもん。ところがこれ雪が降った時に白鷺が降りたら、ほらほっと降りた途端に見えなくなっちゃうよね。このあれですね、スズメやなんかはね、普通の野鳥はこういうあれでもって飛んでるけど、その辺ふっとか降りるともうそれで見えなくなっちゃう。あれまあ一羽見るとバカに鮮やかな色してるけど、パッとやられすると大自然の中へふっとこう潜り込むね。鳥よく見ててください。そう、ところが白鷺はいかにも普段は鮮やかだけど、この雪が降った時はそれで降りた途端に身を隠しちゃうもんね。ところが今の我々の拝むっていうのはこれなんだ。こう思いを手放してこう拝んだところでふっとねもう全部隠れちゃうからね。だからこれをあれすれば手辺の手の家に二つが一つでしょ。でその一つさえも隠れてしまうというのが2イコール1イコール0か。で私がまあいつも言うこの1っていうのは1歳分の1歳だっていう、1イコール1歳分の1歳でもある。これがまた0でもある。これが仏法のね根本ですよ。ああ一切のもの言ってもね、その思いが手放されたっていう時にはもうゼロになっちゃう。それを無一物中無尽蔵っていうね、この全くゼロのところに無尽蔵の世界がある。いやそんなことはないんだ、やっぱりあるのはあるんだよね。そういう思いを手放したとき、これは無一物中無尽蔵だからね。このいやね、そんなことはないってね、常識を頑張ってちゃダメだ。常識を頑張っていないで、常識そのものを手放したときに無一物中無尽蔵、そういうんだから、そのだから拝むっていうのは非常に深いっていうこと、実物の深さだ。天地いっぱい実物の深さね。これはここでねまた間違ってもらっちゃ困ることは、そんならどんなことでもね拝んだらことが済むのか。世界平和を拝んでる、もう実現するって、そういうふうにね単純に言う人があるのね。いやその今
今の宗教家っていうのはどうもちょっとおかしい。その点世界平和祈願のためって言ってあれするけど、あれでもってそんな世界平和の祈るうちって言っててね、そんなことで世界平和来るってね、本当に本気になって拝んでんのかって言いたくなるからね。いや本当にそう、ただそれを本気にするのは善男善女だけだ。我々は悪男悪女はそんなことだ。それでもってそういうあれを世界平和を祈ってりゃいいって思って言ってるのは、そういう善男善女を相手にする商売人の話ってことになるわね。ですのそんなね、今言う2イコール1イコール0、あるいは1歳分の1歳はイコール1イコール0っていう、私のこの公式はね、そんな単調なことを言うんじゃないんですよ。いや大体ね、私ね、まあ、断言してもいいね、単純に拝み合っていて、そして世界平和なんていうものは絶対に来ないってこと。その大体ね、生物がね、生物としてこうやって生きてる限りね、俺最後の最後までね、いがみ合いはいがみ合い小競り合いはどこまでもあると思う。それがなくなるなんてことないと思う。例えば一家の中で夫婦親子が仲良く暮らしてるって言いながらでも、やっぱりなんだかんだっていがみ合い小競り合いやってんじゃない。それがね、この何十億っていうね世界が、その何にもいがみ合い小競り合いなしの平和が実現しましたなんて、そんなバカなこと言うやつが、ね、我々はあれですよ、それこそ偽善者が善男善女相手 その商売人だ。でそうでない、その我々どこまでもいがみ合い小競り合いはせざるを得ない、生物としてはね。しかしながらそのいがみ合い小競り合いぐるみ拝むっていう、で拝みながら、まあやっぱりいがみ合い小競り合いも多少はしなきゃならないっていうね、そういうところですね。結局その辺よりほかしょうがないで、しかしこのね、拝みながらいがみ合い小競り合いはやっぱりしなきゃならない、あるいはいがみ合い小競り合いしながらもそれぐるみ拝もうっていうね、その気持ちと、いや生存競争だけっていうね、いうのとはちょっと違うけど、というのはどういうのかっていうと、少なくとも拝むっていうのはあれがね、裏側にある限りね、申し訳ないっていうね、懺悔の心があるんだ。そしてね、その懺悔の心が最高にね深まってくれば、それはその我が身を捨てるっていうこともあり、この写真思考っていうね、あれがあるという話があるけどね、前哨の話ですね。
人のね、王子様の一番あの下の4番目の王子さんに生まれた。そしてそのある時、その兄さんたち3人とで一番下の末のお釈迦さんの前哨をね、あれと王子と4人の王子が山へその行ったわけですね。そうしたところが上の兄さんたち3人はね、その時に俺は大きくなったらどういうことをするんだって言ってね、いろいろその自分の生きる抱負を語り合って、でまあみんな立派なことを言ってた。それに対してね、4番目の一番下の弟の王子はね、そういうのを聞きながら最後に、私は素晴らしい死に方がしたいって言って、ね、言ったっていう。ところがね、ところへね、山へこう行ったんだからね、その山にね、虎がいて、お母さん虎だ。それでちっちゃなはね、虎の子をね、たくさん、虎の子っていうからたくさんいるのかな何人かこういてですね、それに落ち合って、ところがその年は非常にこう飢饉だったと見えて、虎のお母さん虎は非常にね、もう痩せこけてもう動けなくなって、それでも子供に落ち飲まれて、それ見てね、その4番目の王子さんはね、その虎にね、自分の身をその供養しようって、ね、それでさあ俺の身を食ってくれって言ってそばへ行ったんだけど、お母さん虎はその立ち上がってその王子さんを食う力もないって。それで王子さんはその自分のね、体を剣で持って傷つけて血を出して、その血の匂いを嗅がせて、そしてその虎にようやっと食欲を起こさせてだね、そしてそれにその虎に食われて死んじゃったという話がね、まあこれお経に出てくるわけですよ。そのお経の話、まあ沢木老師もそれを写真しこって身を捨てて虎を飼うってね、沢木老師も話したらしいし、亀井勝一郎さんの本でもそんなの読んだのさ。なるほど、これ虎に自分の体を食わせて、体を食わしてどうして素晴らしい死に方なのかな、私はすぐそう思ったんですね。でどうしてもわからん今でもそれが素晴らしい死に方であるってね、とはちょっと言いかねるとこもある。しかしながら同時にね、虎、我が身を殺して虎にを生かせるってね、それはくだらないことだっていう、それは人間の価値観だ。ところがその人間の価値観を外して大自然的な価値観ね、生命の実物としての価値観から言ったら、あるいは私を捨てて、そして虎を飼うということは素晴らしいことなのかもしれないなという、まあ、私今その程度までは分かってきた。あるいはさ、アウシュビッツでもってコルベ神父さんね、殺されようとしてる人はね、俺この人はどうしても、助からなきゃならない、ユダヤ人だ。そのためにコルベ神父さんがわざわざ進み出て、この人のためには私を代わりに殺してくれって言って、で死んだっていうね。このコルベ神父さんっていうのはゼノさんと一緒に
長崎ポーランドからやってきて、聖母の騎士修道院っていうのを作った人ですよね。それがその修道院長だったんだけど、たまたまヨーロッパへ帰ってる時に戦争が起こったから、そういうことになっちゃった。だからこれコルヴェ神父さん、そのわざわざ日本までやってきて、聖母の騎士修道院を作ったんだから、それを完成させた方が功徳が多いんじゃなかろうか。あるいはそれでただアウシュビッツのねの中で普通の人のと命を交換してね、そして、殺された、その方が功徳が多いのかって、まあちょっとまた考えるよね。これもね、どっちがどうだか分からない。しかしだから同時に、これだから普通の常識から考えりゃ、これは聖母の騎士修道院も本当に完成されたのが功徳が多いんじゃないかって、まあ我々の世間的頭から言ったらそうだもんね。しかしながらまた同時に、コルヴェ神父さんがあそこで死んだらばこそ、またコルヴェさんのあれは世界中の人に、これからもねコルヴェさんの身を捨てたっていうところを影響するっていうことを考えると、これどっちが功徳が多いか、ちょっとまた計り知れないじゃない。これはもうね、どっちがどうってわからない。これ深さの世界ですよ。深さっていうのはそういうもんだ。じゃあお前はどうなんだって。私はね、まあそういう写真思考までいかないから、これ生きてるもん。おいで、それどころかあった蚊が飛んでくると、おのれん菩薩さんのその血を吸い上がって、また時にそういうふうに叩いてることもあるからね。これまあそれだけ浅いんだね。だけど、まあ、この私だって、あるいはもしかするとその写真思考しないとは言えない。このそういう深さにまでね、深くなっていくかもしれないし、とにかくね、まあ今こういう話してるのはね、生命の深さの話してるんです。決してね、そんなにね、今単調な得は得、損は損って、そんなね単調な話じゃないんだ。これも、本当に人間の人生っていうものは深い。だからね、これ生存競争一般って、そんなね単調なねことを考えて、今20世紀ってそういう単調な浅いね、もうくだらない世界だと思って、それよく知っといてもらわないと困る。で今 そういう生存競争の世界じゃなくて、拝みつつ生きるっていうね、そういう無限の深さの世界があるということをせめて知りたいわけだ。そしてその拝むっていうことの最も単純なのが、これ今合唱です。でこの合唱っていうのは、だから非常に不思議なことを今事実やることです。でこれはね、決して人に見せるためにやるんじゃない。その自分がの、だからまあ皆さんでもお仏壇の前、あるいはそのお寺の本ご本尊さんの前、それでもってその人知れず自分だけになって拝むっていう、そういう気分ね、聖書にも出てくるわ。もう祈るって昔からもあったんだね。祈るのにラッパのように吹き鳴らすなって、パッ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 ってね、そういうような調子でもって祈っちゃいけないっていうのね。
そうじゃない、本当に隠れたる部屋でもって自分一人になって祈れと、隠れたるところにいます。神はそれを見そなすであろうというのは聖書にも出てくる。でその時に返事いっぱい実物の深さがある。それをね、まあ拝むっていうところ、拝んでも仏さんのところで、神様でも仏さんでもこう手を合わせて拝むんだったら、これせっかくならなるべくあれですね、功徳の多いようにして、どうしてください、こうしてくださいその身体健全、家内安全ね、交通安全して祈って、そんなのはね拝んだうちに入らない。キリスト教でもね、神を御心のままに成したまえっていうのがね本当の祈りだって。しかしね、またね、同時に苦しい時の神頼みっていうのがあるでしょ、いう言葉で。これで苦しい時の神頼みっていうのはね、虫のいい標本みたいにね、まあ今の人言うけれど、この苦しい時の神頼みっていうのはね、これまた素晴らしいことだと私は思う。というのはね、本当にね、人間が素直になればこそね、苦しい時に神様は何とかしてくださいってね言うこともあるんだ。ラムカンゼオンバサツっていうこともある。それがね、それはもう苦しい時に叫ばざるを得ない。ちょうど戦争中ね、その若い兵士が死んでく時、お母さんって言って言ったね。それと同じように簡単し的ない叫びだ。で今の場合ね、あれですね、苦しい時の神頼みっていうの、それが純粋にね、何も感情摩擦ってこうで唱えられる人は、これは幸せな人だ本当に。だから私が観音妙罰っていうのを書いたっていうのは、各地せざれどもあれですね、南無神、一心称名のゆえに一心称名ってね、これもう各地しないんだ、これ叫びとして言ってんだからね。でその時にまた各地せざれでも開徳下脱のゆえに一心称名する。その点ね、ところがそれ普段ね、神様に何とかしてくださいって言ってね、注文つけてね、虫のいいこと言って拝んでる人は、本当に今度苦しい時に出会うとね、神も仏もあるものかってすぐそう変わるんだ。そうでしょ、そうでない、その本当にね、普段から拝む時には頭手放しして拝む癖つけてくればこそだ、最後にね、神様って言うんだし、あるいは南無観世音菩薩って言うんだし、南無阿弥陀仏って言うんだし、それだからね、決してね、苦しい時の神頼みは虫のいいっていう話じゃない。そうじゃない、いわば簡単し的事故、簡単し的事故となっていろいろだけど、だからね、そう言って普段から本当の拝み方ね、これイエス様でも最後の時にね、神をなしうべくば我が苦杯を去らせたまえってね、もう十字架につけられる直前だ、神様
その苦杯を何とか取り去ってくださいって言って叫んでる。しかしながら、まあ心のままにとあらず、神を見心のままになしたまえ。それが神、イエス様のね、最後の祈りだったね。それが本当の祈り方だ。だから本当の祈り方、拝み方と、それからまた間違ってる拝み方とっていうのがある。で、普段から本当の拝み方っていうのを身につけておかなきゃならないということがあるね。ところがまたここが複雑なところで、仏教の話はその辺の、単調じゃないんですよ。平面的じゃないんだ。それじゃあ拝み方に合格と不合格とあるから本当の拝み方がある、間違った拝み方がある。間違った拝み方したら不合格、ね、本当の拝み方したら合格かって、そう、またそういうことね。そうじゃない、その点で、ね、その拝み方に合格か、その不合格があるかっていうと、そうでない。まあそれのためにはね、次の至願精進見てください。至願精進、思っても思わなくても、信じても信じなくても、有無精進、心妄名誉、自他幸不幸など、二つに分かれる以前の実物の命の深さで生き死にす。どっちへどう転んでも御命、今この実物こそ御命、無有精進の至願精進。ここに一番初めに、思っても思わなくても、信じても信じなくてもって言いますがね、これもう一つ付け加えたいのは、拝んでも拝まなくてもっていうところが付け加えたいの。だからね、本当に拝むっていうのは、その拝む拝まない、あるいは信ずる信じないと、それ以上のところを拝む。有無精進、心妄名誉、自他幸不幸など、一切分かれる以前のところ、生命、そういう生命の深さを拝む。昨日も言ったけど、本当にね、本当の神様仏さんっていうのはね、信ずるからある、初めてあるっていうのが神様仏さんじゃないですよ。信じても信じなくてもね、拝んでも拝まない。